精神現象学が1807年に出版した著作。原意は精神の現象学。精神現象学本書は関念論の立場に立って意識から出発し、弁証法によって次々と発展を続けることによって現象の背後にあるもの自体を認識し、主観と客観が統合された絶対的精神になるまでの過程を段階的に記述したもの。ントの認識と 物自体とのフィッチという思想を彫刻し、ドイツ観念論の先行者であるフィーヒテ、シェリングも批判した上で、ヘーゲル独自の理論を打ち立てた初めての著書である。難解をもって知られ、多くの哲学者に影響を与えた。序文の中にある、宗先、後輩から身を清く保つ生命ではなく、死に耐え、死の中で己を維持する生命こそが、精神の生命である。という言葉が、 この著作におけるヘーゲルの立場を端的かつ率直に示した表明として有名である。ただし、この場合の使とは感性的直感的な意思形式論理的な文脈の中での精神の自己喪失状態を表している。ヘーゲルの哲学体系の中では精神現象学とは意識を問題とする哲学の分野である。精神現象学の領域における意識の発展を ヘーゲルの弁償法に基づいて示せば、意識そのもの自己意識理性の3段階を示す。意識そのものの段階では、感性的意識から、知覚へ、そして、個性へと認識が深められる。次に、このような認識の主体としての自己が自覚され、自己意識が生じる。この自己意識と同質な意識を他者にも認めることによって、他人の自己意識をも認識し、 単なる自我を超えた普遍的な他者との共通性を持つ自己、理性の現れとしての自己を認識にするに至る。この過程が精神現象学である。一方で精神現象学ではやや異なる。広い意味での精神現象学が記述されており、前述の理性段階に至るまでの精神現象学に続いて客観的精神、絶対的精神をも 考察の対象に含める。つまり、意識あるいは主観的精神のみならず広く、精神一般をその対象に含む。本書の現代は、学の体系であって、ヘーゲル哲学体系の総論内視導入として、執筆されたものであるが、後に出版されたエンチクロペディでは、精神現象学に対応する章はない。多くの役所があるが、本書の構成はおおよそ以下の通り、 ありがとうございます。